皆さんこんばんは、こんにちは、ビートボクサーの拓也でございます。今回はですね、ボイストランペットの講座ということで、動画を撮ります。まあボイストランペットというと、まあ、簡単に言えば口から、ね、トランペットの音を出す、芸術なわけですけどね、いろんなやり方があると思います。例えば唇を使って唇の隙間からフーって出してトランペットっぽく、音を作ったり、またなんか喉を閉めて、トランペット音を出すという方法もありますが、今回はですね、オーストラリアのトムという、ビートボクサーがいます。その方がやっているボイストランペットのやり方を紹介したいと思います。ね、ですね、まあ、さっきもさ冒頭で、ね、実際にやったようにああいうこういう音なんですね。僕はこのあんまり入りの音がなんかきつくなくてスッて入るようなトランペットなんで僕は好きですね。で早速やり方のご説明してまいりたいと思います。はい、まずこの音の何でしょう、主音となる、声の部分なんですけど、ふーですね。ふーって力抜いて、口から、息と一緒に出します。はい、こんな感じですね。で次、これが一番の問題です。上の前歯を下唇につけます。こういう状態になりますね。ちょっとね、顎がちょっと前に出るような、顎前に出ないな、唇が前に出ますね。だから何でしょう、面構えがあんまり良くないんですよね。だから本当はマイクでこういう隠してとか出した方がいいんですけど、まあ、それじゃ説明にならないんです。ちょっと見にくいね、なんだろう、ビジュアルになってしまいますけど、そこはご了承ください。上の前歯をお下の唇につけます。でその時下の唇は少し前に出します。こんな感じですね。その状態でさっきの、力抜いた裏声を口から出します。そうするとこの歯と唇のね、このくっつき具合によって何だろう、中で音が共鳴します。それが少しトランペットっぽく聞こえると思います。はい、これでトランペットの講座終わります。ありがとうございました。